はい、というわけでどうも皆さんこんにちは。今日も、スターウォーズのですね、ジェダイフォールンオーダーということでやっていきたいと思います。で、なんか急にほらシアさんとさ、帝国はこの星を食い尽くしてる。グリーズがさ、こんな極端に離れたんだけど、どうしたんだろう。急に前回までこの辺にいて、こっちにシアさんがいてさ、仲良さげにしてたのに急に離れちまったよ。どういうことだ。シリウク語できるのか。まさか。でも言葉を交わすことはできる。本当に。つまり戦争の最中では何を言ってるかは重要じゃないんだ。仲間の声を聞けることに意味がある。伝わっただろう。降参だ。何してるんだ。前に仲間のために命を懸けた時の話をしてやってたんだ。聞きたいらしい、続きを。というわけで、ただの簡単なお使いの仕事だと思ってた。ところがどっこい、いきなり船が現れて道を塞いだ。戦闘態勢でだ。ちょ、ウーキーに向けて話してやるよ。うん、珍しくない。全然興味なさそうだぞ。ラテロンはギャングの連中によく狙われるんだ。俺たちのほとんどはただの商人だ。それもよくなかった。へえ、どこのだ。ハットかサンズか何かだ。確かめてる暇はない。急旋回して飛び立った。洞窟を抜け道にしたが、出口なんてなくて、この手でそいつを作らなきゃならなかったんだ。意味はわかるだろ。瓦礫を避けながら真っ暗闇を抜けた後、連中の探知を逃れ、文字通り全員の命を救った。勲章はなかったが、それに値したと思ってる。悪くない。そんな操縦を見てみたいな。俺はいい。慌てて逃げるような時でなきゃそんな操縦はしない。そうならないようにしてくれよ、坊主。努力するよ。任せてくれ。というわけで、まあいいか。うん。でね、ゼフォの方で帝国の方が新しく掘削作業を始めるっていう話があるらしいんですね。なんでちょっとゼフォの方に戻っていこうと思います。新しいところに多分行けると思うんだよね。キャッシークじゃなくて、ボガーノじゃなくて、ダソミアじゃなくて、ここですね、ゼフォ。あ、ゼフォでも 52% しか探索しないんだ。あ、結構頑張って探索してるつもりだけど、全然進んでないですね。とりあえず、ゼフォに行きましょう。移動します。ゼフォに戻るぞ。ゼフォに戻るか？いや、戻る戻る。帝国がゼフォの霊廟を見つけたかもしれない。急がないとまずいわ。なんだよ、ゾウのところでいい賭け話を聞いたってのに。金はいくらあっても困らないだろ。賭け事？少しは学びなさい。ほどほどにして、ハクシオンブルードに捕まることになるわ。あいつらが来たら 1% 先でも分かる。あなたのギャンブル癖でこれ以上犯罪組織と面倒事を抱えたくないの。ああ、その通り。でもたまに発散しないとやってられないんだよ、分かる。とにかく全部終わったことだ。もう問題はないよ。で、まあ、前回と前々回なんか画面が多少ね、カクついたというか、ロードがだいぶ遅いような感じになってたんですけれども、早くそこに座れ、もうすぐ到着だ。今回ね、どうでしょうね。一応今のところ順調に推移してるんですよ。ほらこのちょっとムービーみたいなところでもカクついたりこう止まったりしてないでしょ。大丈夫だと思うんだよね。前回は多分私の PS4 の機嫌がちょっと悪かったからだと思うんですけど、ちょっとまたカクついてしまったら申し訳ないです。はい、うん、動ける動ける、全然大丈夫だわ。ゼフォ久しぶりに来たな。お、墜落したベネタのそば。ああ、あの辺行ったわ。これ片付けしてないじゃん。いっぱいパーツ取れないんじゃ。今ハマったわ。いっぱいパーツ取れそうなのにね。また二人別々に話してるな。旅はまだ始まったばかりよ。ゼフォの霊廟は楽につけないからこそ長く生き残ってきたわ。まあ、探す準備はできてる。分かってるわ。私たちの戦いを信じてくれてよかった。戦いを捨てられなかった。え、初めはそうじゃなかった。いいのよ、ブラッカに長く隠れ続けて
待っていたとすれば評議会のジェダイなのに、現れたのは私たち。けど来てくれた。俺も戦うよ。ええ、仲間よ。ゼフォの故郷。さっき選択肢が勝手に選択されちゃったんですけど、時間経過で勝手に選ばれちゃうのかな。コルドバは生涯を費やして、いろいろな場所で銀河の歴史を調べてきた。私も何度か遠征に付き合ったわ。とても勉強になった。過去にこだわりを。未来へのこだわりよ。過去を知らずして未来は気づけない。俺たちの成功をかけてると思うか。カル、彼のことは私に任せて。あなたは気にしなくていい。それでいいなら。グリーズはブルードに大きな負債があった。それを全て私が清算したはずだった。みんな問題がある。ええ、その通りだわ。まあいいや、行こう。で、新しいところってどこよ。通行不可とか通行できないんだろうね。どうやって行くんだっけ、ここってさあ。どうやって行くんだっけ。そうだよね、一回来たことあるとこだよね。頑張っていくか。赤いとこはまだ行けないところでしょ。これショート…ああ、下に行っちゃってんのかも。まあいいか、とりあえず先進もう。ショートカットは開通してるはずだから、ショートカットで利用して。ショートカットって どこだっけ、そもそも。あ、うん、やれるぞ。どうだ。いやー、マジ長かったよ。新しいエレ、ここに来るまでで常に40分近く経過してるんですよね。これさ、外側から上行ったり下行ったり操作できないとめちゃくちゃ都合悪いっすよ。来た墜落現場、遠かったー、マジ遠かった。でここ行けないから、あっちの上から行けば OK で、この先が行けるようになってるんだけどね。マジきつかった。まだ無線通信。あ、弾弾弾。いや
やっと来たよ、遠かったよ。もう今日の実況ここからが本番なのにもう疲れきっちゃったわ。よいしょ。そういえばね、これ何墜落したんだろう、そういえば。ああそうそう、いたねお前ら。光った光ったら撃つ、光った光ったら撃つ。あ、違う、自爆してくから近寄らないと。なんだよお前、ふざけんなよもう。おお、なんだ今のやつ、あかんやろ。あれ、こう下降りてよかったかな、アイテムは。やってやったぜ。あ、ハクハク、助けがいる。で、中何これ。よし、頼んだぞ。よし、見てみよう。いやー、なんか新しい感じだぞこれ。あ、違う、これなんか別のとこから泳いできたんじゃなかったっけか。あ、違うな。なんだこれ。どこ、どこや、どこに繋がってる。どこ、どこ、どこ、ここはどこ。あー、一回そうだ、ここからなんか飛び降りたな。あー、ダメだ、見えねえ。あっち側もなんかに繋がってんだな。あっちの上の方が行けなかったんだよ、確かな。から出て取りに行くしかないんだ。行こう、上に行こう、戻ろう戻ろう。どこ行ったあいつ、飛んで大丈夫、いないいない。今度は行っちゃうよ。ジャンプ中にこういう人がやらしいことするからな、あいつは。あれ、あ、ショートカット開通させてたわ。そしたら上行こう。やっと来たよ。遠かった。ここ。ここ。スイッチバック。お疲れ様。いや、そこに2体いんのか。めんどくさいな。オッケー。こう。おや、よし、みたいなもんか。おい、疲れて、これ先空いてなかったんだっけ、前回来た時は。どうだったっけこれ、なんで行けなかったんだっけ。あ、そうだそうだ、これだ。ここは使えなかったからだ。オーバーチャージできなかったから先進めなかったんだな。あー、なるほどなるほど。ビリビリビリ、もういいよもういいよ、ビリ行くよ。よし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 、やっと新エリアだぜ。やっと来た、やっと来た。長かったよー。これで完璧だ。そうだね、聞いてくださいよ、もうここまで46分ですよ、46分。頼むよ、もうちょっとこう楽にさせてくださいよ、お願いだから。
で、また長い移動か。近づいてるようだ。あー、そこね。さっきから気分が良くない。グリーズの料理、いや、そんなわけないが。でも前よりひどくなってる。近づくほど悪くなるみたいだ。どうしたんだ。いいことじゃないのは確かだ。なるほどね。おお、近いやん。オーバーチョイス、どうなの。あー、下の方だけか。なんだ。じゃあいいや。こっちが来れると。はい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 。これをやると上になるのね。じゃあ上げとこう。下行こう。何や、何を言ってるんだ。あれ、反逆者だ。二流が出ないですね。いや、煽りすぎ高いなこいつら。無能ですね。煽りつき高いぞこいつら。回避されました。あの、ピリ早くハックしてくれ。生産性のない人間ですね。あー、痛い。ゼラにダメージを与えました。知ってる知ってる。受けてる私が知ってるんだから。まだ抵抗を。愚かですね。よいしょ。危ねえ。無価値です。お、来た来た来た。よしよし。完全性が侵害されました。ナイスナイス。覚悟してください。あー、痛い。やれ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 。はい、ポスト味方が2匹。ありがてえ。よし、アップグレード2種。なんだろう。上に上がりたいか。このモーターでいける。どうだ。え、これで道が開けるはず。あーとチップライン。あー、なるほどね。これで上行ったり下行ったりできると。で、どこにあんの。あ、ここは終わりかな。そうすると後悔することになりますよ。とりあえずさ、スキルポイントをいただいちゃおうかな。倒して、ぐらいの聞きできる。なるほど。ありがてえ、上に戻れるってことか。はあ。で、これでいけると。よし、行くぞ。いやいや、完璧やん。これまた上にしようか。これはいいや。自由度がすげえ上がるわ。これ上行けばいいと。置いていくぞ。いや、カルもさ、わかるじゃないですか。こう置いてけるわけないじゃん。奴に避けられてる。命中した。
落ちてもいいんだよ。後ろは進めないから前に行くしかないと。 OK 任せてくれ。これ飛ばせるね。違う、あ普通に降りれるか。危ねえ危ねえ。あー出たよ、見つけたぞジェダイ。こいつどういうの、こっちにいいか。派手に動くぞ。スティムだベイディ、勝てると思ったんだ。勝っただけだ。俺が倒す。早いな。頼むベイディ諦めろ裏切り者。何を裏切ったって言ったの。スティム、スティムを頼む。やべやべやべ、動くな。俺の獲物だ。よいしょ。よし、嫌なやつだぜ。どこ、これいる、回復するとこあるじゃん。いけないけど。え？ああ新エリアというかあっち行っちゃうんだね。となると反対側は、この壁吹っ飛ばしたところはどうなってるの。え、どうしたどうした。ああじゃあじゃあそれはいいよ、開けたじゃん、せっかく開けたんだからやめておこうよ。よし行くぞ。こっちはこっち。あああ反対側のところか。はい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 。あじゃあここはこれで終わりだ。え？無人化の存在を検知調査します。了解だ。待て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 。逃げずに戦ってください。やだやだやだ。やだやだ。追跡中。無意味な存在ですね。なんだ入ってこれんのか。ダメージを受けました。敵が攻撃を回避。まだ抵抗を。愚かですね。あなたの生存確率は非常に低いです。そんなことない、そんなことないぞ。取るに足らない相手です。よし、お面白いことやってんじゃん。命中を確認。ちょっと待って、ちょっと待って、 BD ハックできてないぞ。ストームトルーパーが倒された。メンテナンスを要請中。狙い続けろ。捕まえてやる。見つけたぞ侵入者。頼みます。ちょっとやって。オッケーオッケー。よーし。スティムを渡してくれビリー。
よし、さあ見つけたぞ。硬い守りだな。だろうよ。よいしょ、こいつこいつ、猫を読み取ります。なんなんだ。あー、そのガーディアンと戦ったんだ。距離を取りつつ攻撃しろ。で、レーザーでやられちゃったと。お疲れ様です。よしよし、そしたら先進もう。これだけだったか。あ、ショートカットで、まあいいか、とりあえず行ってみよう。次の休憩ポイントまで行けるでしょう。こっちだね。よいしょ、よいしょ。ジップラインを遡ると、マジでさ、今そこにあるじゃん、そこに。はい、何これ。任せてください。では我々は中に入ります。あ、それだけ。ちょっとちょっと逆じゃないの。ちゃんと飛んでくれ。軽い軽い、私の言うこと聞いて飛んで。大丈夫だから安心して。よいしょ、ほらほらほら、あそこに休憩ポイントあるやん。あそこまで飛ぶと OK だから。よいしょ。ええー、あ、びっくりした、びっくりした。これ掴めんのか。これでいけばいいんだね。はい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 。いやーいやいやいや、やめてくれよ。草が上まで伸びてるから上までいけると。で、休憩ポイントですね。ありがたい。ね、休息する。よし、休憩も終わりで、どこ行けばいい、これ。ん？ああ、これで下行っちゃって終わりか。あ、ジップライン伸びてねえわ、こっちまで。お、ちょっとボス的なあれかな？怖かないね。はいはい。で、下行って、これイベントでしょう。見える下。特に何も見えないね。よし、下行こう。早い早い。おお、カルケスティス、やはり来たか。ああ、そうだ、名は知ってる。過去も、そして何よりコルドバのこともな。奴はどこにホロクロを隠した。お揃いだよ。いいだろう、セカンドシスター。お揃いだよ。あー、てかここでセカンドシスター戦なんだ。いやいや、強いんじゃない、結構。おお、連続攻撃してくるとは。かっこいい。これ勝たないとダメ。イベント戦じゃねえな、これ。このベンチイベント戦じゃねえな。上のやつとさ、下の相手の、あ、これ体力ゲージじゃなくて体感的なやつか。好きだぞ、それは。
かないぞ。本当にジェダイか。待たせるな。何やってんの何やってんの。すげえ挑発してくるじゃん。終わりが近づいてきたぞ。マジで近い近い終わりが近い。頼む見える見える。私にも終わりが見えるぞ。もしかしてなのかな。この程度で効くものか。やべ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 、マジで死ぬぞマジで死ぬぞ。はい、あーやられちゃった。絶対これそうだよね。やべえ、セカンドシスター頑張ろう。やったろうじゃんかよ。今日ここまでだ。ここまでセカンドシスター倒すとこまでやるしかないっすね。これは目の前にこの瞑想ゾーンがあるってね、やっぱり死ぬのをこう予想されてるんでしょうね皆さんね。はい、2回目死亡。いや、強えな、セカンドシスター。強えな。対戦よろしくお願いします。お前も他の連中と変わらん。効くものか。はいはい、動き回るな。動き回るのってさ、自分でそう動いてるのかめっちゃダメだろう。はい、いいか。情けない腕だ。どうした？挑発してくんじゃん、さっきから。捕らえられるか。なになになに、何それ何それ何それ。魔法陣変えちゃって。この程度で効くものか。すぐに倒してやる。すぐに頼む、ビディ。
かなうわけがない。これ好きだぞ。いいだろう、次は当てる。おお、弾かれた。ビディ頼む。はいはいはい。いやー、なかなか。ジャロタパルム、お前に失望しているだろ。ああ、失望しないぞ。終わりが近づいてきたぞ。引かないぞ。終わりかよ。ありがとう、ビディ。学んだか。深夜の前の弟子ほどの才能はないが、悪くない。覚えてるのか。何も聞いていないのか。視野は秘密を漏らすのが得意だったが。視野の何を知ってるんだ。弱い女だ。帝国の尋問に耐えられなかった。守るべきパダワンの居場所を吐いたのだ。あの女が言わなければ。私は見つからなかった。私を裏切った。通りだなのか。あれ。その通りだ。俺は惑わされない。それはどうかな。自分とパダワンの命が天秤にかけられた時、あの女は自分を選んだ。お前も裏切られる。俺は自分を守れる。それはあまりに甘い考えだ。新しいマスターは闇を抱えている。この私に帝国がした仕打ちを見た時、どんな顔をしたか。あの女は本性をあらわにした。ダークサイドに手を伸ばしたのだ。視野はフォースとの絆を絶った。おう、じき闇を抑えきれなくなりお前を裏切る。ホロクロンを見つけた時、そんなのがそばにいたら。ジャロタパルは何という。マスターの名前を出すな。果たしてかつてのパダワンの慣れの果てをどう思うかな。裏切り者とこそこそと動き回り、大勢の無垢な雛鳥たちをあの女に差し出すんだ。やめろ、絶対に渡さないぞ。私も一度はそう誓った。へえ、知り合いだったんか。任務完了。はあ、よし、じゃあ次のセーフポイントまで行って、で終わりにしよっかな。いける？おうおう、よしよし。どこ？ここどこ？あ、奥まで行けちゃうね。よいしょ、よいしょ。さっきは本当に助かった。恩人だ。霊廟にも近づけた。
飛ばします。瞑想ポイント発見と。よし、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。いやー、衝撃の展開なのかどうかよくわかんないですけど、誰なんでしょうね、あの女の人。もうちょっとな、日本人好みの美人さんだったらよかったんだけどな。結構外人さん寄りの美人さんでしたね、やっぱりね。当たり前ですけど。それではですね、次回この続きから、その隙間に入って霊廟に入るという感じで進めていきたいと思います。ではここまで語りは私、高2でお送りいたしました。次回以降も引き続きご視聴のほどよろしくお願いいたします。それじゃあ、さようなら、バイバーイ。